れ帰れってね、一泊ぐらいしてもよかったんだけどね。うん、すごいね、帰れ帰れって。でそこで言うこと聞かなければ閲覧下がっちゃう。いやそんなことないですけど、うん、まあ言われるままに生きるしかないのかなってあんまりねこう自分持ってないんで、うん、だからたまにはいいんだよ、たまにはいいと思うけどな。いつも見てもらってるんだよね、うん、1日ぐらいさゆっくり。エルちゃんエルちゃん、そりゃ分かるけどさ。まあでもね、だって お母さんはだって今日帰ってこないんでしょって分かってるわけでしょ。いや半々ですね、半々、うん、帰ってこないんじゃないかなぐらいに思ってると思うんですけど、うん、まあ、帰ってきたら帰ってきたんでね、まあ、エルも喜ぶし、まあ、どっちでもいいかなって思ったんですけど、そうリスナーさんもね、帰ってあげてっていうか。で例えばさ、だから今日俺がだから帰り道でよかったんだね。あーそうだね、このさご飯食べてさゆっくりで、うん、で帰ればさよかったんですよ。どうでしょう。そうね、うん、すいませんみんなね。およそ500メートル先南大通り。いやクリちゃんはあのバンじゃなくてあの運転してくれるから配信切った、切ってくれた。お母さんのビンタ待ち。だってどっちみち帰り道なんだからさ。そう、クリちゃん運転してくれてる。クリちゃんは20代ゲットしてない、だからみんな行ってあげて。クリちゃんと遊びたい20代の方、クリちゃんに。タンコタンだおー、キリちゃんだおー。誰だよキリちゃん、クリちゃんじゃねえのか。ビンタされるかな、されないだろう。いややっぱり日曜日の深夜ってのは空いてますよね。ああ空いてますか。空いてる、大概空いてるんですよ日曜日の深夜は。エルちゃんもう返したらって言っても今韓国にいるからね。韓国行ったん。エミリーさん韓国行ったらしいですよ。誰と。 お母さんと。ああそうだからね、エルちゃん返したらって言っても韓国に送りつけるってこと。プサンに送りつける。おばあちゃんも行ったんだ、だけどちょうどね、1歳2歳ぐらいになる時のちょうど分からないところなんだよね。パパとママが、これが2歳過ぎると分かってくるんで。分かってくるんで。クリちゃんは子供はいるんですか。いたんだけどちょうど2歳の時に分かんないで、ここの神さんの親を渡しちゃった。じゃあ分かられてないってことですか。そうそう、だからちょうど2歳だからまだ分かんないじゃないですか。あはいはいはい、2歳前だったと思ったけど分からないからね、はい、分からない時には会社へ。悲しい、寂しい。うん、だけどうんとわめいて泣いたんね。男女どっち。女。うわー俺と一緒じゃないじゃん今。いっぱい泣いたよ。わうわうわうわ、かわいそうだったけどな。すごい泣き声だったもんな。今会ったら絶対分かんない、すれ違っちゃう。ああもうだって今いくつだと思ってるもん。今いくつなんの娘。いやもう40過ぎてんじゃない。嘘でしょ。本当。クリちゃんの娘40過ぎてんの。2歳の時に離れて。40は過ぎてねえか。でももういい年だよ。だって俺が別れたのは53年だから。昭和。あ昭和53年。そう昭和53年に別れたの。そう俺生まれてないじゃん。俺昭和60年生まれたもんだって。ああそうなんだ。早っ。あ生まれてねえよね。クリちゃんの青春は俺がまだ生まれてない時。そうだ。あルイちゃんまだ結構ある。36キロあるわ。36、うん、遠いでしょ意外と。遠いんだ。あれは高速のあれだったかもしれないね。でしょ、うん。
だけど1時間はかかんないよ。あと50分になってるね。昭和60年。ただね、あそこのあれはうまいんですよ。結構朝。何食べ放題ご飯。ご飯どこの、ああそこのお店、うん、行きつけなんだ。あ、言わない言わない、行きつけのホテルがあるんだ、うん。あそこうまいわ。そう、送ってくれるってくる。ルイちゃんもだけどな、今日一緒にいたかったけどな。せっかく仲直りになって。まあ、いつでも。だ次はだ遊ぶ時間ってのはいつ？また1週間後？いや、もうクリちゃんがね、うん、遊んでって言ったらもう僕ら友達なんで、もうずっともなんで、いつでも。でまたこっち来ればいいの？近くに。どっちでも全然。どこにでもクリちゃんのためなら行きますよ。あ、向こうだとちょっと遊ぶと場所がないからね。もう栃木って言うと小山と。20年ぶりに来たよ。あれ普段はどこにいるんですか？普段は川口ですよ。埼玉の人なの？そう。俺新宿に帰った方が近いよ多分クリちゃん。え？新宿にからに行った時の方が近いんじゃない？ね、埼玉の方が遊ぶとこありそうじゃないですか？川口とか。ああ、大宮川口。ねえ。あるよ、いっぱいあるよ。そっちの方が面白そう全然。全然違うよ。大宮が一番いいよね。そう。大宮が。クリちゃんだ。飲むんだったら大宮ですよ。うん、いっぱい。これでルイちゃんが明日俺配信するとき落ちちゃうかね、つら。どうなんすかね。落ちる可能性あるよな。ルイちゃんと一緒だからこういうに。だってあんな行ったで 1.4K まで行ったで。これすごいよ。1.4K なんて。クリちゃんがいい人だからね。半端じゃねえね。クリちゃんいけいけだ。クリちゃんだお。私も埼玉。あ、嘘でしょ。20代？これクリちゃん、クリちゃん20代の私も埼玉ですって。あ、そうなん。うん。じゃあ今度クリちゃんの枠に来てコメントお願いします。クリちゃん。僕にコメント来てって。私も埼玉県。じゃあ今度クリちゃんと一緒にね、埼玉で出会い中配信しようね。そうですね、うん、埼玉で出会い中配信します。クリちゃんと一緒に来てくれたら俺とクリちゃんどっちか選べます。小賀だとちょっと遠いかい？いや全然大丈夫。はい、電車で帰り道ですもんね。小賀通りは。茨城もで、これでかいかんね。お店はいまいちだったね。茨城、栃木。いやー、俺の一番あの応援してくれてる人が今来たんだけど、たまげちゃったって今言ってたんで、びっくり。今やっぱね、こう応援してくれる人っているんだね、何にしても。でも結婚するって言ってて、なかなかこれで行けなくなっちゃうからって言ってたの。どうなんだろうな。女性の方ってことですか？女性、まだクリちゃんのガチ恋ってこと？まだ20代ですよ。クリちゃんのガチ恋が20代でいて、クリちゃんのこと応援してくれてるってこと？で、その人が結婚するからもう行けないかもって。そう、切ないね。切ないんだよ、俺がっかりしちゃったんだよ。うん、切ない。応援してくれる 3つの指に入ってるから。今いるリスナーさんは今ね、新鮮なうちにもう手出しちゃうしかないんだよ。そう、いついなくなるか分かんないんだからね。明日にはね、結婚していなくなっちゃうかもしれないんだから。そう、もう今いるリスナーさんは今しかもう手出せないんだから、今すぐね、遊べる人は連絡ください、 DM ください。失恋しちゃったんだおー。ライブ来てくれてありがとう。いろんなね、枠巡りはしてるよ暇な時は。
ちゃんもちょうど今都市的には一番あれだよな、あの危ない時だよな、何するか分かんねえで。誰がですか？エルちゃん。エルちゃん、うん、もう一歳なのに何するか分かんない、危ない時なの？危ない時じゃない。へえー、本当だね。一歳はエルちゃんだ。おー、やばいね。一歳でやべえ。あと物に何か入れない？こういう、ああ食べちゃう食べちゃう、何でも食べちゃうでしょ、何でも食べちゃう、食べちゃうでしょ。それがやばいんだよ。なんか必ず あの年だと口の中に入れちゃうから。そう、何でもね、そうそうそう、下にあるもの全部口に入れちゃう。それがダメなんだ、危ないんだ。それ危ないよ。ええー。だから常にもうあれだよ、ちゃんと見てねえと。なんかね、そう、お母さんがピン止めとか、うん、髪の毛縛ったりするゴムとか全部食べちゃうんだよね、よそ見すると。でもお母さんはね、なんか髪の毛アレンジしたがるからそういうの止めるんだけど。そうお母さんはね、でそういうんで何回もそういう、食べちゃって、よくそういうのがあるで、あのお子さんがよく食べちゃってあれって、うん、パクパクだ。やばいんだよ。だから常にもう 目と鼻先ちょ見てないとさ。あ、確かに栗ちゃん子育てした記憶があるんだね。とりあえずあれだね、あと夜泣きしない？まあまあ、うちなんかエルはね、いい子って言われ、なんかほんと抱っこしたらすぐ泣きやむんで。うちの子なんかもまず夜泣きしてたんだ。夜泣きでうるさかったけど、壁さんがほらね、ちゃんとやってくれたらいいけど。愛しいでしかない。子供育てるのは大変だよ。俺はね、1年間見てなくて、今ね、父親ずらしてるから、そう、愛しくて仕方ないけど、エミリさんも頑張ってたんだよね、多分ね。だけどね、なんとエミリちゃんに戻ってきてもらいたいね。 1km 道なりです。戻んないと、戻ればと楽でしょ。いやいや、もう二度と戻らないですよ。二度と戻らないって言ったん？いや、お互いにそう思ってると思うんですよ。二度と、こいつだけとは二度と一緒にいたくないって。だから子供のことがやっぱり先決だから、子供が可愛いから戻ってきてくるとは思うけどな。どうしても子供のことを思い出すから、女の子と何もあがる。クリちゃん、奥さんはね。クリちゃんはなんで別れたんですかってコメントが。やっぱり浮気ですよね。誰の？俺の浮気。クリリンがいけないってこと？浮気が俺3回までは許すんだって言った。神さんが。それはクリリンのことかってこと？そう。だけど3回、許すけど4回目も許さないよって。で4回しちゃったってこと？4回しちゃったんだ。で私はもう出てくるからって。そうでしょ？で裁判でやって、結局はあれ、あの協議離婚で。金はいりませんって言うんで、単調にで反抗してお帰り。紀元山ってこと？うん。お金はいいから、それはクリリンが悪いって言われてます。協議離婚に反抗してください。それはクリリンが悪いって言われてます。そう。俺が悪いんだよ。浮気しちゃったから。ろくでもねえじゃんって言われて。ろくでもねえじゃんクリリンって言われてるんですけど、大丈夫ですか？男なんてそんなもんなんだよ。そうだよ。うん、3回許してやったね、奥さん優しいって。いや、ちょっとね、女の人が多いんでね、リスナーさんがね。3回許して、うん、だけどな、それがさ、ちょっとね、名刺見られちゃったんだよ。名刺が見られちゃった。クリちゃんのフォローは、俺やってね、浮気ねえよって言ってダメだな。クリちゃんのフォロー外しましたってすごい多い。嘘。本当。クリちゃんのフォロー外しました。なんで？いや、浮気したのがいけないんじゃない？勘弁してよ。勘弁してよ。本当に。なんでバレないようにできねえんだよ。だけどもう年数が経ってるからね。クリリンも好きね。
何フォロー外したん。いや、わかんないです、わかんないです。本当かどうかわかんないですけど。フォロー外さないでくださいって。フォロー外さないでよ。一回フォローしたんだから、一生だよ。一連卓勝だよ。一回フォローしたらもう一連卓勝。ルイちゃんと一緒に仲良くなったんだから、フォローは絶対外さないでって。フォロー外すと喧嘩別れみたいになっちゃうからね。浮気したのは許せないって怒ってますね。しっかりしてるからね、ルイちゃんの方。リスナーさんは。いやいやいや、私クリちゃんとお見合いしたいって言ってるけど、クリちゃん20代じゃないと相手にしないからね。なめんじゃねえよ。クリちゃん意外と妥協しないから、20代じゃないと。俺でも、もうこの年だからもう40でもいいかと思ってるのに、クリちゃん妥協しないから。30は無理だし、美代子じゃ無理や。眼中にないって、美代子。田舎と田んぼと山道をね、こう。うわ、すごいな、これ何にもね、おかねえな、これ幽霊が出てくるんじゃない。怖いですよね。怖い怖い、うん、何にもね、街灯が。埼玉のね、川口から来たらもうこんなとこ怖くて。怖いよ、これ。そう、ね、田舎だから本当街灯一つないんだよ。街灯がねえで。怖いところ。こんな辺で車でも故障したら大変だね、これ。絶対あれですよ、寝ちゃダメですよ。寝たらもう、ね、やばい。誰か帰ってこれないか。怖いよね、マジ。なんていうの、小窓上がっといて、電波悪くなりそうだから。これが電波悪くなっちゃうでしょ。そう、山、ねえねえ、山とか田んぼ道電波悪くなるんで。でもねえとこだからね。でもまだ宇都宮なんだね、これ。まだ宇都宮？嘘でしょ。宇都宮だよ、これ。髪切ってない。宇都宮になってるね。でも、ここは何にもないよ、ほら。この、ナビで見てるけど。はい、もう、俺ですら、全然道が見えないから、真っ暗すぎて。もう、命を託してるもん。どうか事故りませんようにって。上目気にして見えるくらいで、うん、どうか事故に遭いません。もう本当に道が何も見えないんで、田んぼ道で。本当だ。俺埼玉の田舎より悪いな、ここは。いきなり犬とか猫出てきたらもう引いちゃうよ。あ、引いちゃう、引いちゃう、楽に引いちゃう、楽に引いちゃう、簡単に引いちゃう、楽に引いちゃうとは。およそ400メートル先、上小森山町を右方向です。ここ行ってたのは宇都宮と、俺の茨城のいや、送ってもらってる。えらいところがありますね、これ。上小の町か。クリちゃん、優しいの意味が分かんない。楽に引いちゃうの意味が分かんない。優しいの意味が分かんない。クリちゃん、優しい。どういう優しいの意味。いや、だから優しいというのは、要するにちゃんとレイちゃんの方、ああね、送ってくれるからね。ああ、それ優しい。3キロメートル道なりです。それが優しいってことじゃない。こんな時間なのにね、送ってくれると優しい。俺はね、11時いつも深夜なんですよ、仕事が。ああ、そうなの。慣れてるんで、うん、普通の人では多いです。眠くて大変ですよね、こんな何にもない道運転して。うん、優しい。コンビニもないで、コンビニは何一つない。みんなクリちゃんによかったらお礼してください、お願いします。井の頭公園ってあるの。井の頭公園西なんて。ね、なんかイベントとかで出たらね、クリちゃんがね、応援してあげれるんだけど。で、それからルイちゃんさ、はい、ママ大好きちゃんのブロックしといた方がいいですね。なんすか、ブロックを。あー、大好きさん、うん、あー、了解です、了解です。あー、ちょっと待って、調整来るよ。ええー、夢みたいなやつと会っちゃったところが。
何回もトラブルって、あの、これ浮気したのこれ。こいつハイビームしてるっすね、あいつ。何回もトラブルってさ、はいはいはい。ここで何、熊戸で何、あの、ランプつけるうちにあれも上がれるの？なんか上がってきたっすね。普通は上がれないんだよね、ランプついて、こっちから承認しないと。はいはい。何を言ってきたんですか？いや、わかんないです、わかんないです。何も話聞いてないです。レオさんとはえらい喧嘩したわけですよ。あ、レオさんとも喧嘩してたんだ。でもなんかレオさんやっぱり性格悪いですよね、ああいう人のね、なんか名前を言ったりとか。なんかね、俺もレオさんってね、面白くてそういうユーモアがある人なんだなっていう思ってるだけだったのに、そう、あのね、クリちゃんの名前を連呼したりみたいな。俺の何か変な悪口言ってたの？わかんないです、なんか何言ってたかわかんないですけど、なんか俺はショックだね、ああいうレオさんはいい人だと思う。あとリンちゃんがいたみて。リンちゃん、リンちゃん、あ、リンちゃん、リンちゃん、はい、うん、俺リンちゃんも結構応援してるんですよ。あ、リンちゃん知ってるんだ。知ってるよ、だって応援して、僕もよく知ってるんで、遊びにおいでって言ってるよ、言われたよ。え、あの千葉のリンちゃん。そうだよ。遊びにおいでって、遊びに行ってもいいって言ったら遊びにおいでって。リンちゃん結構幅広く遊んでる ね、 ね。また出ちゃった、あれスーパーナイス出ちゃった？うち出ちゃったね。ああ、そうなんですか。ああ、ないね。見る目ないっすよね、ナイスさんなんてね。スーパーナイス。一旦戻ったんだけど、まだ出ちゃったね。あ、リンちゃんの娘可愛かった。見とけばよかった。ああ、可愛いってね。あ、娘18だでしょ。ねえ、顔。で、俺昨日その娘さんにもこういうギフト投げてやったんだよ。そうでしょ？うん。リンちゃんの娘にギフト投げてんの？そうだよ。20代だけじゃなくて18でもいけるってこと？クリちゃんありがとうって。クリちゃんありがとうって。クリちゃんありがとう。なんか違う意味に聞こえちゃうね。クリちゃんありがとうって言われたら。だからさ、俺はっきり言ってね、赤字なんですよ、今。赤字も、だって配信。ギフト投げちゃうから。ギフト投げちゃうし、いっぱい投げるから、この前ね、ローソンで、ギフト、あの、TikTok のギフト3万円買ったんですよ。で、3万円で、1万円で4800ポイントくるんですよ。はいはい。5000円で2400で。はい。で、その3万円のそのギフトはいくんち持ったと思います？いくんち持ったんですか？1週間も持たないんだよ。1週間も持たないんだよ。うん。5日か6日くらいで終わっちゃったよ。5日で6日で3万円も。あちら、うん、あちらこちらにギフト投げてたら。うん。ここで配信すれば1000円、2000円じゃさ。割に合わないね。全然割に合わないね。うん、お願いします、クリちゃんにギフト投げてください、お願いします。本当に、割に合わないんだから。割に合わないんだから、本当に。本当だよ、それクリちゃんが悪いんじゃない？クリちゃんがギフト投げるから。そうなんだけど、俺が悪いんだよな。俺が悪いんだけど、ただね、ただね、チャージすると、チャージするとやっぱり投げちゃうんだよ。投げちゃうんだよ。お金と思わないから、金を金と思わないから投げちゃうんだよ。投げちゃう。うん、コインがなくなってきて、またあれだってチャージして、チャージして、TikTok のギフトを買う。ねえ、 TikTok の思うツボだよ。本当。ところでさ、ところでさ、相手の方にその例えば応援してもらってもさ、ギフトあげてもらってもさ、いくらもなんねえで。いくらもなんねえから。半額だで。TikTok に儲けられちゃうね。TikTok 悪いで。1000円2000円くらいじゃどこへ足りろ。そうでしょ。そうでしょ。買うときは何万って出てさ、買うときは何万、あと入るのは小銭1000円2000円くらいじゃん。俺、ま、1ヶ月前はさ20万くらいあったんですよ。1ヶ月前は20、23万。マジで TikTok に全部座れちゃって。本当クリちゃん、 TikTok のアカウント消せば、お母さんみたいに消しちゃったかな。消しちゃった方がいいよ。ね、赤字になっちゃうよ。トニー。アカウント消えちゃったな。できなくなっちゃうね。できなくなっちゃうからね。名前変えるかい、じゃあ。名前変えるか。クリちゃんって言ってもんな。リーさん、これね、あの、始めた頃からこのアカウント使ってんの？1個 A 版になっちゃったんですけど、3アカウントぐらいをこう3つぐらい繰り返してこう使ってるっすね。これ
なんかもう1年も番になってくれて。だって俺敬語使ってるから。なんすか？敬語。敬語を使ってる。俺の配信はラジオ配信だから。ああ、はいはい。なんなら俺変なあのコメント、なんていうの、口を出せないんですよ。ああ。いつもありがとうございますとかさ。絶対ファンになってね。配信もなってくれて。すごい。それも一つのアカウントでやってんだよ。すごいね。本当だよ。これはマジ？いや、いいね。俺なんてすぐバンになっちゃうから。あれ、ルイちゃんのところはバンに、なんとか見たことねえな。アカウント結構あるでしょ、持ってるでしょ。3アカウントでやってるっすよ。でもやっぱり有名な方でも3アカウント使ってるから、俺なんて1アカウントだからね。いや、大体の人もみんなね、有名な人で1アカウントじゃないですか。俺と四季さんと深夜ちょっとエミ太郎ぐらいですよ、多分何アカウントも繰り返し使ってんの。はい。ね、多分あんま聞かなくない、他の配信者でなんか3アカウント4アカウント使って回してますって。俺とやっちょさんとエミ太郎と四季さんぐらいじゃない。あとあの口の悪いのはそのレオちゃんともう一人いるでしょ。誰ですか？あのほらマスクしてる。あ、ウサマ、ウサマ、ウサマとウマさん。よくあのしきちゃんとよくコラボしてるでしょ。よくなんとかデッパ。そうそうそう。何だっけ、なんとかデッパじゃないですか、名前こそデッパじゃない。ダディ。あ、ダディだ、ダディ。ダディ。あの人の口が悪いね。俺前あのレオさんとダディで喧嘩したの見てたけどね。はい、あ。やられてたで。どっちがですか？ダディが。ダディがやられた。やっぱりレオさんが強いんだ。見てないやつ。あれは。さっき喋った感じは別になんかレオさん口喧嘩は別に強くなさそうだけど、まあなんか粘着とかはめんどくさそう、嫌がることやるのは。レオさんは何かあかん、そのなんていうの、閲覧ほんと気にするみたいね。レオさん、うん、閲覧、閲覧いつも300人から400人ぐらいいるけど、うん、閲覧も気にするもんですね。なんか TikTok がそういう配信者に受け入れ、まあ、今のところ受けてないのが嬉しい、うん、今のとこね。はいはいはい。ふわっちとか他の配信サイトってやっぱり、うん、そのふわっちとかいうのはギフトないんでしょ。ありますよ、ありますよ。あるんだ。はい、うん、なんか あっちのサイトはちょっとそういう、俺もね一回ふわっちやったことあるんだけど面白くねえと思って一回やめちゃったんだよね。ね、こう意地悪する方が面白いって受ける文化があるから、うん、ね、ニコ生の方もそうですよね。そうですね。なんかちょっと意地悪な方とかなんか方が受けるっていう文化があるから、やっちょさんって多分もしかしたらニコ生とかの方が受ける気がするね。あの今のぶっ壊れてるやっちょさんは壊れちゃった。今やっちょさんちょっとあれですね。ぐっすり寝れるかな。ふわっちってもう終わっちゃったの？ふわっちの。ふわっちか。でもね、未だに若い女の子とかでやっぱりこうね、学校とかに受け入れられない、うん、社会に受け入れられない、入れられない子はやっぱり未だにニコ生から始まる人もいるしね。そうだね。ね、今時ニコ生なんて見てるのって思うけど、ニコ生はねやっぱり未だにそういうことやってる人いるしね。もう髪の毛はいいよ、もう変でも何でも寝るだけなんだから。お風呂入ったからこうなっちゃった。あー、車が通ってないな、全然時代も通ってねえね、うん、もう世界に僕らしかいない。明日月曜日だから。明日月曜日だからね、お仕事で皆さんもう休んじゃった方が多いですよ。世界にもう僕とクリちゃんしかいない。俺ら二人きりになったらどうします？世界に二人きりになっちゃったら。そうそうそう、もう永久に離れられませんね、この二人は。え、言ってくれる？永久に離れられないって。およそ500メートル。クリちゃんが。クリちゃんと？なんかの罰ゲームってこと？いやいや、あの二人がさ、うん、二人がさ、ずっと一緒に
配信で、うん、なんかよくやってって言われてさ、最後まで最後まで終身まで俺は泣くのは下手すると90ぐらいまでいけるかしんねえぞ。俺至って健康なのな。俺いつな、ねえ、な、わかんないからな。だって俺の友達がさ、はあ、およそ600メートル先、友達から連絡が入って、何かそのアパートで亡くなってたっつんだよ。なんでかっていうと、その病気を持ってたんですよ。あの、お腹に水が溜まっちゃって。あー、なんだっけ。なんて言うんですか、あれ。腹。腹水。あ、腹水。あれだ、金梅さんだ。で、それで、お医者さんが入院してたらどうって、何回か手術したんだけど、また水が溜まっちゃったんですよね。で、俺はもうダメだっていうのは言ってたんだけど。エミリさんもそれだもんね。エミリさんも腹水あるっすよ。そうなん？はい。やばいっすね、じゃあ。いや、ほんと、早く。できるだけ早く。あれ、治んないですか？治らないでほしい。水が溜まっちゃってね。はい、はい、なってほしいです。本当、はい、やばい。できるだけ早く、早急に。で、寝てる、それ亡くなったその日時のわかんないんだけど、はいはい、友達がそのアパートにちょっと連絡がつかないんで行ってみたら、はいはい、もう亡くなってて、でちょうど夏だったっす。夏で、それでちょうどね、夏だからほら暑くて、はいはい、で虫はブン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 。あの、何か体中虫が出たらけでゴキブリが出てきて嫌ですね。ああ、エミリさんも来年の夏あたりそうなってほしいな。ああ、かないですね、あの病気は。はい。え、マジで。お酒飲んじゃう人だったんですか。あ、お酒飲んで、あ、お酒飲みか。そうね、自業自得。あ、もこちゃんおやすみ。もこちゃん酒が大好きだ。もこちゃんありがとう。スナック行っちゃう、叫びからって飲んでて、やっぱりそういう水、あれは抜いた飲みすぎるとこれね、よくないんだよね、お酒は。あれ、肝臓悪くしちゃうんじゃない、お酒。肝臓ね。自業自得だからしょうがないよ。うん、なるよって言ってるのに、みんな注意してるのに。だって若いさ、うん、まあ、その相手、いくつだと思います？ 53 だよ。早いね。53?53歳で命を落としたんだよ。うん、ね、そう、今あの栗ちゃんが送ってくれてます。茨城まで、宇都宮からね、もう11時なのにね、送ってくれるんだよ。片道1時間、往復で2時間。かわいい。あ、往復で2時間かかりますね。うん、よかったね、栗ちゃんにね。よかったら、慣れてるからいいよ。ギフトでお願いします、お礼を。本当に何もないね、この辺は。本当、遊ぶところ本当なくて、もう寂しいんですよ。ゆいちゃん、あと20分。あと20分で別れです。あと20分で別れですね。これでね、結構あの話してると早いんですよね。はい。時間が経つんが。これ一人で運転してる時と二人でこの話してると全然違うから。じゃあ帰りも俺乗ってきますか、じゃあ。はい、え、あすか。あ、なんでもないです。してもいいよ、いつでも。女の子で。だからね、あの、この後もね、まだ俺終わってないんで。で、そっから何、あの、車を置いたところから家まで。そう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 。30分かかるの？いやいや、もう普通にもう秒ですよ。すぐ着きます。 あ、そうなんだ。はい、よかった。1分もあれば着くっす。あ、そう。ね、このあとね、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉あたりでね、茨城帰ってますから、今遊べる人はよかったら DM ください。もうこれ、この石知ってるんでしょ。もういや、全然わかんないですよ。わかんない。はあ、ね、なんで毎日毎日さ、閲覧1万人いる人のところでさ、うん、こんだけ女の子と遊んでくれる人募集って言ってるのに誰もかかってこないの、これ。
かしいね。おかしいですよね、これ。これだから俺 TikTok 1万人見てるのこれ嘘なんだと思うんですよ、今も。あ、そうだ。これ5000人見てるって書いてあるけど、多分これほんと50人ぐらいしか見てないんじゃないの。いやだけどそういうのできるんですかね。ねえ、いじってるよね、これ。数が。運営がかい運営さんか。うん、運営が、運営が気持ち悪いわ。ああ。ねえ。人気特化だけだもんね、そういう。例えばさ、はい、何千人、1K だ、2K だって言ってるのはね、いくつの人がいたって、みんな10人か50人いないでしょ。そうでしょ、人気、ねえ。そうそう、人気クリエイター。人気クリエイターのに全然モテないって、これどういうことなのこれ。ルイジさんは有名だからほら、いつもね、1万人ぐらい行ってるけど、俺なんかやんなっちゃうもん。だってこうポトブつけてんのもと呼んで、今の配信でもう何キロでしょ。なエルが好きなの。でエールが好きって言ってるけどさ、みんなさね、そしたらクリちゃんに行かなくない？クリちゃんの配信に一生エールなんて映んないんだよ、うん、みんなね、エールがファンです、エールのファンですって言ってるくせにさね、エールのファンだったらさ、クリちゃんのとこに行くわけないじゃん。クリちゃんのとこに2000人行ってくれたんだよ今日。エールリスじゃないでしょこれ。クリリスってこと、それは。いやさ、ルイちゃんね、明日俺が配信して、はい、どのくらいの閲覧になるかすごい分かりますよ。ちょっとクリちゃん、ちょっとメンヘラ持ってる？持ってないよね。メンヘラ？ああ、メンヘラ。はい、なくなった？いや、なんでもないです。あ、違います、違います、大丈夫です。どうですか？大丈夫です。充電ないですかもう。あ、いや違う、あ、メンヘラってあのなんかちょっと、うん、うん、はい、多分違うっす充電来ちゃう。あ、俺も例えば充電なくなってきた、来とかねえと。はい、あと15分でお別れですね。楽しかったですね。本当ですか、楽しかったですか。うん、次は大宮で遊べたらいいですね。うん、大宮行きましょう。うちの目よりいっぱい遊ぶところあるんでさ、はいはい、本当に。やっぱりこっちはどうしても下町になっちゃうからね。はい、ないですよね、遊ぶところにする。帰りね、クリちゃんさんあれですよね、配信しながら帰りますよね。だけどバンになっちゃっちゃね。あ、バンになっちゃう。あ、さ、いや、あの車さ、はいはい、止めて配信するんだらいいんですよ。はいはいはい。警告は絶対来ると思うんだよね。クラッカーして、結構あの配信してるクラッカーとかそういうんで配信する人いるけど、うん、どうなんだろうね。ねえ、そう、クリちゃんの配信見たいって人もいるから。まあ1時間後とかじゃない、帰って。いや、これ宇都宮帰るのが1時頃になっちゃうんですよ。1時頃に配信するかもね。やっぱ配信したくなっちゃうから。そう、これは一緒の病気だから、もうまた配信したくなっちゃうんだよ。およそ400m 先、斜め右方向です。一緒の病気ですか、あれと同じですよね。そうだよ、寂しいんだよ、寂しがり屋なんだよ、うん、リちゃんも配信中。本当に何もないね、これ。怖い、怖いな。全然道わかんないですもんね、俺。怖い。見てて。怖い。ちょこっと油断したら田んぼの中落ちちゃうからね。本当。斜め右方向です。続いて左方向です。何もないところだよ。ね。ほら。クリちゃんで調べたら出てくる、クリちゃんだ。ほとんど田んぼ畑。そう、クリに、漢字のクリにちゃんで調べたら。真っ暗。お母さんのピンタ待ちってこと。本当に何もないな。うわ、4km 道なりです。
何かあの群馬県の桐生に、ね、もう少しで着く。本当ですか。うん、桐生もこういうところなんだよ。なんだよね、北関東っちゃ北関東ですからね、うん、宇都宮どうでした。もうほとんどねそのお店しか行ってないからね。いやちょっとさルイちゃん悪かった、今日日曜日だからさ。あいや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 、あれ何女の子休んで結構で、いやいやいや、でも、ね、素晴らしい子でしたよ、いい子でしたよ。一番いるのは金曜日なんですよ。金曜日ですね。女の子も言ってましたね。どうでしょう、はい、昨日とか今日その前の日忙しかったんで。金曜日とか土曜日女の子休みたく絶対休まねえから書き入れなんで。ただ日曜日はやっぱりね疲れちゃうんですよね。お母さんヒステリック起こしてないといいけどな、怒ってないと。でもエルちゃんもママが今ちょうど年が年だからママはまだ分かってないでしょ。分かってないんですかね。分かんない分かんない。でもあんだけ一緒にいたら普通分かると思うんですけどね、1年間丸々一緒にいたら。ママって呼ばないでしょ。今のところ呼ばなそうな気はするすけど、うん、まああったら呼びそうな気はするすけど。だけどあえて会えば言うけど、今の調子だとこれ呼ばないでパパパパだけで、あとはまあまあ、ママってまだ呼ばない。まだわかパパって呼ばないですね、うん、もうちょっと例えば通じるんじゃないかな。あの年でね、やっぱり、ママはもう忘れることだと思うよ。忘れてくれればいいですけどね。ねえ、ママのことは1年間の記憶は忘れてく。ひどい1年間だったからね。エルにとってすごい大変な1年間だったから、全部忘れてくれるといいね。できることなら。ドラゴンボール。エルちゃんはね、あれでしょ、やっぱりリーちゃんの本当の子でしょ。なんすか？リーちゃんの、でしょ、入れちゃって。多分俺の子だとは思うんですけどね。多分ですね、まあ、確信は持てない。だけどママに似てるね。とっくりだね。似てます、やっぱり。似てる。顔は。言わないみたいなリスナーさんが。まあまあまあ、俺も似てると思いますよ。似てるよね。個人的には。これ右行くとつくばの方行くんじゃない。いやーずっと行くとつく。そうですね、多分でしょ。ずっと行くとつくばだよね。5キロメートル道なりです。はい、あと 7.9 キロ。もうすぐ着きます。そうそうそう、怖いんだよ、怖いんだよ。怖いよね、あそこの。いやあそこだけど、そう、なんかルイちゃんね、田舎でもああいう道はないで。なんか雨が降ると事故りやすいらしいさ。そうだから雨降ってると怖いっていうみんな言うんだよ。事故るんだよね。
まあ、埼玉で言えば秩父だよな。秩父の山、山を走ってるとまでだ。俺はない、見たことないけど、どうしてもあそこの道通んないと茨城から栃木に行けないんで、ここら辺は。行けねえんだ。そうなんですよ、あの道。はい、だからあそこの道だけ覚えてるんで、ここからはもう覚えて分かるんですよ、なんとなく。そうなんですね。後ろに乗ってるよねって俺だから、それだけど、これ不便だよね、何にもないもんね。そう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 、コンビニもなければさ、何にも見えて。多分このここら辺の人だったら分かる、あそこの峠だなって。ああ、そこの峠怖いよねみたいな。あれ怖いよね、だって1個間違えばさ、はい、あそこの中に、あの、入ったらだって出せないでしょ、もう。はい、怖いですよ、はい、怖いよね。後ろにカバちゃんのお化けが乗ってる？俺じゃねえかそれ。カバちゃん。カバちゃん。あ、車止まった。はい。俺の車？あ、大丈夫大丈夫。気にしないけど。あ、カバちゃんだね。あ、見えるんだ。見えるみたいですね、カバちゃんだねって。お母さんとかもう寝てるだろう、もうエルも。でもお母さん TikTok 消してるから、多分ね、なんか変なことしてるって分かんないから大丈夫。エルちゃんの顔実物で見てえな。だろう、行きます一回。寝てるかい、まだ寝ちゃったかな、エルちゃん。エルちゃん寝てる顔ね、お母さんがね。じゃあ起きてればいいけど、連絡してみて。行ってみます一回、先に。通り道なんですよ、そこ。あ、そうなん。はい、これ道の。はい、その家を通って多分駅に行くんで。あ、そうだね。ちょっと見ていきますか。ベルちゃんの顔見ないと。ベルちゃん寝ちゃったかな、この時間で。起きてたらいいんだけどね、寝てた。この前何か小賀車みたいなのやらした、これ道だった。小賀車、なんかエルちゃんは何か、ほら、どっかへ薬局やの行ってた、配信したでしょ。ああ、全然違う、違う、違う。違うんだ。はい、あれ4号線ですか、あれは。いや、お母さんをもらってくれるって言うんだったら合わせてもいいんですけど。一回話してみましょう、じゃあ。一回話してくれます？話しましょう。そうでしょ。うん。それはそれでなんかクリちゃん、気まずいんだけど。まあ、俺、慣れてるから、深夜は。深夜は慣れてるから、5時頃までやってんだから、仕事。はい、あと4キロですね。今からお母さんとクリちゃんのお見合い配信ってこと？お見合い配信。絶対うちのお母さん傷つけない、クリちゃん。傷つけないよ、俺は傷つけないよ。ここ茨城県のね、上層郡。あ、言っちゃっちゃ、ごめん。いや、大丈夫上層部なんてあるわけねえ。いやー、だけど本当に何もないね。およそ 400m 先、お問い合わせを左方向です。あれ、え、どうしました、行き過ぎちゃった。いや、ここどこだろう。お問い合わせ。あー、大丈夫。あ、大丈夫、はい、あ、分かった、道が分かった。いやー、だけど明日あの帰り、あの道通ると本当に恐ろしいな。まあ少しだけどね。え、少しの道だけどさ、明日の朝、うん、あそこの道通るの怖いなって言いました、今。え、今日一泊してくってこと、うちに。いや、そんなこと、いや、そうじゃないですよ。うちの母ちゃん、それ。いや、帰りますよ、俺。うちの母ちゃんとワンナイトするってこと。帰りますよ。え、だってお金払っちゃってるもん。
宿だよ。いやーここすがるんだね。ほら。この辺はいいですよね。うちのお母さんと遊ぼうってこと？さあ、ちょっとさすがに複雑だな。どういうお母さんなのかちょっとね話してみたいなと思ったんだけど。はい。ですね。配信つけていいですか？うん。終わった。だけど人はもういないでしょ。ちょっとわかんないですけど。時間が11時過ぎたもんね。え、どうします？このまま行くと駅行っちゃうか、一回オレンジ経由するかどうします？一回経由しましょう。一回経由します？はい。爪痕残します？はい。一回経由しますね。クリちゃん、爪痕残すって。まっすぐですか？まだまっすぐです。はい。せっかく来たんだもん、だって、ここまで。俺なんかだって、ルイちゃん、こんなもんじゃねえで、普通。一日200キロ走るんだよ。ああ、大変だ。うん。で、埼玉から宇都宮まで110キロぐらいなんですよね。はあ、大変だ、すんごい。そん中来てくれたんだもんね、クリちゃん。優しい。110キロもあるんですよ、宇都宮まで。まあ、ルイちゃんだから、ベテランがね、やっぱり増えたってことは嬉しいですよ。本当に。まあ、閲覧とリーグ戦は俺力入れてる、まあ、入れてるけど、はい、でも A リーグじゃないから、配信だもん。ゆいちゃん A1 でしょ。何がですか？リーグ戦、多分あんまり出れないですね。 A1 じゃなかった？なんか A1?A1 リーグでしょ。わかんないです。何のリーグに出てるのかも。そういうのは気にしないんですか、あんまり。なんかそうですね、あんまり。3アカウントもあると、なんかどのアカウントがどれなのかよく管理できなくて。シレナちゃんといるでしょ。あそこなんですよ。ストップ、ゆっくり、あ、ちょっと行ってください。その、左やってもそうです、この家なんで、ちょっと待ってくださいね。ここなんですよ、だから、ここ、ストップ、ここですね、ここですね、この、ここ、あそこですね、ここを右に曲がると、右に曲がってください。ちょっと待ってください。はい。あ、ここね。はい。はい。ちょっと待ってください、意外しちゃうから。これ、右に曲がるの、なんでこの人らがね。ちょっと見えないね、これね。やばいね、これ。ちょっと、ね、そうですね、はい。これじゃ見えねえわ。暗くて、落っこっちゃうね、これじゃ。大丈夫かな？はい。これ右ですね。はい。はい、ここで。で、ここそう？はい、ここですね、僕んちの。あ、そうなんですか。はい、実家に。はい。お母さん起きてそうですね、下、電気ついてるんで。起きてますね。はい、多分。ここは何ですか？ここは僕の実家です。あ、実家なんだ。はい。お母さん起きてるかな。後ろはしまう。ちょっと前開けますんで待っててください。ここから帰ってもらって、明日駅に俺一人で取りに行こうかなって思う。ミッチ VS クリちゃんの対決が見れるかな。クリちゃんがいるからミッチなんか、俺もお母さんとミッチって鍵開かねえな、開け方わかんねえな。明日車取りに行けばいいから。
電気ついてるけど いない。2階。2階だ、さすがに。さすがに。お母さん2階だとさすがに降りてこないか。栗ちゃんが配信つけてるわ。配信つけちゃった、どうしよう。栗ちゃんが配信つけちゃった。気合入っちゃった。どうしよう。クリちゃん、お母さん寝てるっぽいっすね。寝てる？起きてこのなんか、え？寝てるっぽいっすね。起こすことできないですか？起こします？起こしてください。一回ちょっと起こしてきます？せっかく来たんだから。せっかく来たんだからさ、起こしてきます。大きなそうだね。あ、いいね、いいですよ。なんかリスナーさんが、起こすのかわいそうなとこなんとかっていうふうに言ってますから。いや、エルちゃんにほら、お小遣いをね、ちょっとあげたかったんで。いやいや、いい、でもね、せっかくだから、会いたかったですよね。お小遣いをさ、何か買ってあげて、ね、そんな感じで、しようかなと思ったんだけど。俺ももう、あれ、配信ね、あれだから、見せ場ないからね、エルに会いたかった人ごめんね、だけど、だから俺切るんで、クリちゃんこのままなんかあのクッキーとかでなんかで配信しながら帰ります。クッキーで大丈夫ですかね。クッキーか、あのあれなら怒られなそうな気する。あの何でしっけ、あのいつもスターみたいな、あの流れ星みたいな。ルイジケンディーからね、入ってる。誰ですか、誰が来たんですか。俺の推し。ケンディちゃん。そうね。クリちゃん優しい。リスナーさんがさ、はいはい。何か文句言ってる。いや、ね、せっかく優しいお小遣いくれるって優しいお小遣い。気遣いだよ、優しい気遣い。いや
これ厳しいね、このルシナさん結構怒ってます？怒ってるんだよ、ピー、うん、ちょっと遅すぎたね、ちょっと遅すぎ、うん、ね、そう、うん、もうちょっと早ければよかったよ、ね、いつも起きてる時間だよ、12時まで起きてるからね。あ、12時起きてんの？いつもは起きてる、うん、残念だな、残念。そうでなければ明日俺帰るときに寄っても構わないですけどね。ああ、明日起きてたら連絡くれれば、うん、宇都宮で帰って、はいはいはい、で、寄ってみようかなと思ってるんだけど、それでも大丈夫ですよね。全然ね、来てくれる、はい、いやでも本当お金とか申し訳ない、大丈夫ですよ、はい、本当お小遣いとか大丈夫、はい、じゃあ行きますか。これ大丈夫かな、ハンドルがね、移すと危ないっていう人もいるしですけどね。そうそうそう、ハンドルが、そうそうそう、ハンドルが。ちょっと待って、加工してみるか。俺や、このエフェクトで、クッキーで、や、クッキーで大丈夫かな。クッキーはこれなんですよね。これで、大丈夫か。バンってなんだろうね。クッキー大丈夫？聞いてみてください。大丈夫ですか？インカメだったらいいのかもしれないけど、外カメだとなんか何も映んなくないですか？ああ、内カメでね。そうそう、内カメ。はい。で顔映す。クッキーは大丈夫？大丈夫なんだ。大丈夫ですか？あ、ウサマはクッキーで運転してる。うん。これ切り替わんねえなあ。あ、入った入った。これでじゃあ大丈夫ですかね。多分やってみますか。じゃあ警告受けないかな。警告受けたら切ればまだ、うん、このままバンになることはないでしょ。多分わかんないですけど、ほんと信じられないとかな、ね、10分バンとかあるかもしれないね。あるんだ、あるんだ。あ、来ませんよって言ってるで。知らんかな。バンナルハ大丈夫ですよって、どっちがどっちなの分かんねえなこれ。いや、駅にまで送ってもらったら俺切るから。はい、そしたらクリちゃんの枠にね。はい、じゃあ一旦切りますね。あ、行きます、切ります。うん、切るよ、切りますよ。はい、で、どっかコンビニでちょっとあれして。あ、多分俺止めてるところがコンビニなんで、うん、あ、そうなんですか。でも800人ぐらいいました今。すごっ、800人閲覧が。でもその800人こっちに乗っかって帰ってこないですからね。あ、帰ってきたか、毎戦が帰ってくるでしょ。じゃあ行きますね。だけどあの山は怖いよね。すねえ、本当に怖い。俺埼玉でもああいうとびっくりしちゃったな。でも別にね、幽霊が出てくるとかさ。だけど周りが何もないから。ここはお店やってたんじゃないですか。そうなんですよ、昔は。そうでしょ。はい、飲食店やってた。お店ですもんね。お母さんやってたん？あ、お父さんが。あ、お父さんがね。大丈夫か。ここまで来れば大体うち。手にミニストップが出てくるんで、そこで車止めてるんで。はい、でした。いや、もしクリちゃん配信あるんだったら俺切るんで、多分このバーティングですよ、多分。ね、すごいね、今日はよくしてもらったから。バトル1戦ぐらいやって、
ね、クリちゃん応援してあげてほしい、ね、応援してもらえるんですかね。うん、タップとかぐらいだったら応援してくれると思うんですけどね。タップとか、ここですか。そう、そこのミニストップに、はい、後ろの方に止めてるんで、後ろの方どこですか、車。後ろの方に止めてあるっす。あ、これ？はい。はい。あの、そこそこ、そっち右、右の方に止めてあるんですけど。はい、こっちね。右の、はい。これトラックじゃないですよね。あ、違う違う。あの、右、あの、あそこの方に止めてある。これですか？はい、大丈夫、大丈夫です。はい、いや、ほんと1時間超遠いよ。大変で、これ帰るのも1時間大変だし。誰？うん、クリクリちゃんですよ、クリちゃんですよ。大丈夫だよ、別に。ね、うん、あの、タクシー代少しだけもらって、タクシー代もらってください。少しだけなんですけど。いい、いいっすよ。いやいやいや、ほんと、ほんとに少しだけもらってください。すごい稼いでるんで、僕。いや、すいません、じゃあ。悪いっすよ。いいっすか、ほんとすいません。自分で好きでしょ。いやいや、これもらってください、絶対。これだけ、ね、ちょっと。で、一個丸が大きいんですけど、すいません、ほんと。あれ、これじゃあ、はい、すいませんね。すいません、ほんと。はい。じゃあ、いただきますね。すいません、ほんと。1万円払ったから、ほんと。クリちゃんね、もうかわいそう。1万円払ったから、ね、クリちゃんに、すごいあの、ね、かわいそう、かわいそうって。1万円。何すか、何すか、なんか笑ってる。1万円ですよね、違いますか。野口さんですか。野口さんだ。ああ、いいで、いいで。なの、会話がいらない、いらないから、お前。困ってるわけじゃねえから。俺も仕事してるんだから。え、どうします？俺、ルイちゃんのために今日来たんだから。はい。やっぱりね、俺も有名になりたくて、あれ来たんだから。別にお金がどうのこうの、それがね、別に結構なんで。すいません。はい。もう俺あの今9900人いるっすけど、なんかわけわかんなく。あ、そう、はい、俺配信切りますよ。すごいね。クリちゃん配信 やってくれれば。え、少しね、ここでちょこっと9900人、1時間とか30分とか配信やってったら。そうですか。じゃあそこで明るいとこであれですか。え、はい、じゃあちょっと暗くて見えないですね。動きます、先に。はい、切る前よかったらね、クリちゃんバトル1回か2回やって。ちょっと1回つけますね、今ね。今つけますよ。あ、12時で更新になるんですよね、あれが。リーグ戦が。じゃあ切りますんで、あのね、よかったら、あの、だけど明日ちょっと、じゃあもし寄れたら。の女の子がいるんですけど、いいですか。嘘。え、ちょっと待ってください。しきさん、くりちゃんっていう。あ、しきさん、今日僕のことすごいよくしてくれて、はい、あ、しきちゃんね。あの、20代の女の人じゃないと、あの、遊びたくないっていうおすすめ。あ、しきちゃん、しきちゃんすごい美人。どうですか。20代ですけど。あ、有名なしきちゃんですね。有名な方。私みたいなタイプは嫌いですよね。いや、大好きですよ。え、俺前から好きじゃないの、思ってたんだよね。なんて、うん、気持ちが高ぶってたんですよ。しきちゃんに一回話してみたいなって。え、本当に。うん、本当。すごい、あの、よくしてくれる、あの、埼玉のタクシードライバー。うん、そう、今ルイちゃんのところへ来たんだけど。うん。ね、気持ちが高ぶってた。うん、あの、要するにね。あ、やめて、落ち着いて。はいはい、落ち着いてね。はい、高ぶりすぎないで、あんまり。はい、わかりました。はい、いつかはね、バトルしてみたいなと思ってました。そっちの高ぶり。うん、バトル配信者なんですよ、一応配信者だよ。あ、そうなんだ。うん、クリちゃんで出てる、出てますよ。クリちゃんっていう配信者なんです。クリちゃんでちょっと検索してみれば出てきますから。
今日はルイちゃんと会ったんだけど、もうずっとルイちゃんとこのまま仲良くさせていただきますけど、本当に。まあそうなんですね、うん、優しいよねルイちゃんね、チキちゃん、うん、うん、最高に優しいじゃんね。いやでも私はクリちゃんの方がいいかな。うわ、なんでルイちゃんよりクリちゃんの方がいい？うん、なんかクリちゃんって聞くだけでなんかゾクゾクしちゃう。まだすごいねクリちゃんでね。うん、はい、ちょっと今ルイちゃんに変わりますよ、ルイちゃんに、うん、ルイちゃんに、すいません、クリちゃん、じゃあクリちゃんに変わる前に一瞬だけ、すいません、いいですか、すいません、そう、すいません、今日もすいません、ゾクゾクしちゃったところ申し訳ないですけど、すいません、ほてったところ申し訳ないですけど、ちょっと皆さん冷静になってもらおう、みんな頑張ろうね、タップからお願いします、タップからお願いします、あったまってきたところでちょっと冷静になってもらって、でこの後ね、僕配信来てクリちゃんやりますんで、最後のバトルなんで、ゆうちゃん、タップね、タップ。いやもう今実家の近くでもうすぐ帰るよ。クリちゃんおとなしいね、結構。ん？おとなしいですか？この後多分クリちゃんね、配信バトンタッチするんで、クリちゃんが襲いかかっていくと思うんですよ。クリちゃん軍団が。いや俺ももう眠くなってきちゃったよ。ごめん、ありがとう。また一回しますよ。クリちゃんとバトル。うん。一回。あ、しきさんと、しきさんとやった方がいいですよ。しきさん。いや、しきちゃんじゃ負けちゃうろ。クリしきみたい？本当？しきちゃん強いもん。いや、それはないんですよ。しきちゃん強いからね。はじめありがとね。タップお願いします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 。タップ。はじめありがとね。ラストバトルなんで、すみません、お願いします、リードチャレンジ60秒、60秒だ、3倍だ、俺も更新で1回やりたいな、あれ、全部下がっちゃったな、50人しかいなかったもんね、50人ね、50人お願いします、50人、あれでお願いします、50人お願いします、50人、ナナちゃん、カズネ、アリーちゃん、みーちゃん、イカちゃん、ありがとね、サーチ、サコ、この後帰るんです、すいません、金魚さん、みーちゃん、モナちゃん、ありがとう、シャク、ニャー、カオ、カズネ、ありがとね、ガオ、ありがとう、サンマイ、ユーゼロワンちゃん、ありがとね、シホちゃん、メッチ、ヒヨセ、ナナちゃん、ありがとうございます、サンマイ、ここね、大きめわっしょい、皆さん行ってもらえたら嬉しいです、大きめわっしょい、みーちゃんわっしょい、みーちゃんわっしょい、3倍です、3倍、ルアちゃん、リノちゃん、みんな行こう、マル、シホ、あ、ナナちゃん、ありがとう、カオ、おぉ、頑張れみんな、カズニ、ありがとうね、リノ、あやちゃん、ケロちゃん、きなこ、ありがとうね、モナー、ありがとね、みーちゃん、3倍、もみじきんどう、かお、ふーちゃん、3倍です、ありがとう、かずね、きんぎょさん、ありがとうございます、たまごちゃん、ありがとね、きんぎょちゃん、ありがとう、宮本さん、ありがとね、さとし、るいちゃん、ゆき、まー、あ、ちゃん、ぶれたからちょっと今日怪しいってこと、ゆき、これやられちゃうんじゃないか、すね、タロチュ、リーちゃん、カズネ、金魚ちゃん、どんなくなっちゃったね、ミミちゃん、クーちゃん、カズネ、ありがとう、5000差、アイアイちゃん、チャミちゃん、ミミちゃん、ここね、チェアが勝った、面白いね、ポムちゃん、カモマナちゃん、これ俺ら負けたら面白くないよ、絶対勝てない相手に勝てたら嬉しいね、絶対じゃない、リングちゃん、アイアイちゃん、ハイボール、まあ絶対勝てないだろうと思われてるからね、今のところ見せた、
ゆみちゃん、ありがとうちゃん、ありがとう、ね、おいしい、まあ、ちゃん、あゆみ、かずね、ゆみちゃん、ラスト40秒、怖いぞ、怖いぞ、うわこれ、やばい、かずねミストあったよね、かずねもミスト、かずねミストで隠そう、ラスト30秒、ラスト30秒、かずねミストあったよね、いいですよ、いいですよ、投げなくていいですよ、投げなくていいですよ、みんなお願い、みんなお願い、みんなお願い、行こう、はい、行け、行こう、レッツゴー、レッツゴー、わっしー、レッツゴー、レッツゴー、わっしー、まっちゃんありがとう、まっちゃんありがとう、リーさんありがとう、リーさんありがとう、レッツゴー、もみち、まさきさんありがとう、ちょっと羽ってる、スコーチ、マーコロ、まきまきさんありがとう、まきまきさんありがとう、あー、とことこ、アルム、次はブリゲッツだった、どこが、いや、やっていけない、とこないです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 、とこそれやっぱりな。どこさんありがとう。誰もこさんありがとう。ゆみちゃん、あゆみちゃんありがとうね。ありがとう。ありがとう。あ、まきまきさんありがとうございます。まきまきさんありがとうございます。リーチありがとう。まさつさんありがとう。ランさんありがとう。きょうさんありがとう。スポンさん、ゆひさん、ゆめさちゃん、ありちゃん、まきまきさんありがとう。リーチありがとう。まさつさんありがとう。ランちゃんありがとう。みんなありがとう。しきさんのリスナーさんもしきさんもありがとう。ちょっとハウってですね。ちょっとちょっと。ありがとうございました。しきさんのリスナーさんもしきさんもありがとうございます。すいません。おめでとうございます。おめでとうございます。いつもありがとうございます。はい。それでは終ります。あ、はい。どうぞ。ちょっと やりてくれる？あ、はい。どうぞ。あ、じゃあ一回やってみましょう。はい。ちょっと待ってね。ありがとう。切っていい？切っていいの？はい、いいよ。ちょっと待って。切っていいんですかね？はい、はい、大丈夫です。ありがとう、すいません。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、今、あの、一回やって。クリちゃんの枠でね。あ、だけどいないで、俺。一人もいねえで。あ、クリちゃん一回あの繋ぎますね、俺。うん。で、切りますんで。いないや。これじゃできねえや。あ、みんな集まっちゃったんね。リーちゃん、リーちゃんのところへ、あれ、クリちゃん、あ、みんな集まっちゃったんね、リーちゃん、リーちゃんのところへ、あれ、クリちゃん